いい天気だね。素晴らしい天気だ。なんだこれは。あら、左手には今塩美術館じゃないですか。ちょっと待って、これ。ああ、ニーカップにもあったんですね、こんな素晴らしいとこが。じゃあ、お邪魔しますか。素晴らしいですね、この景色。いや、落ち着くな。どうも、こんにちは。あら、見えてる人もいる、天気がいいから。ちょっと話しかけてみますか、まず。すいません、ドカンパイルです。大丈夫ですか、熱中症。ちょっと膨らんでますね。股間は、あくれやさん、後で持ってきます。じゃあ、行きますか、早速。ああ、ゴルフも行っちゃって。ねえ、うん、な、待つんだ、君も。行こう。じゃあ、行きますか。行きますか。これでグラスなんて洗ったらもうね、マジックにね、これで掃除なんてしたらもうですよ、本当に。じゃあ、行きますか、たくさん行きますか。あー、素晴らしいね。あー、いいね。落ち着きますね。あー、な、こんな。最初の部分が、どこに行ってしまったんでしょうか。一番見たいところが、見えてしまってますけどね。おー、すごい。メインステージがあるからね、ここはもうね、ゆったりいろんな絵を見てね、まあそんな感じで、ここですか、いよいよ。あー、踏み入れちゃいました。こんばんは。うわー、落ち着くなー。ここ初めて来たけど、やっぱりちょっと待って、これ全部でこれ素晴らしいですね、本当に。こんにちは。もういいの知ったね。あらー、うまうまだ。美術館、名前がやばいですね。見てもらった通り、住所とか細かいとか、この辺とかに多分貼っとくんで、チェックしてほしいですね。まず入り口から完全にマジでやばいですね。入り口、そこからもう入ってめちゃめちゃ広いし、なんかいろんな動物さんとかいたり、まあ入ったらもう絵とかも、なんか素人の僕が見てももうやばいみたいな、めっちゃ鳥肌立つぐらいのなんか門ばっかで、なんかお子さん連れでも全然めっちゃ行けると思うし、なんか超おすすめな場所なんで、皆さんめっちゃチェックしてこの動画見て遊びに行ってほしいですね。そしてまあこれはまだね、前半戦の動画なんで、まあ、後半戦もう一個、まあどっかで YouTube に上げるんで、まずチャンネル登録、そしてまあ押すだけでいいんで高評価の方お願いします。イエイ。